どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日も G ラブのブラックビューティーモデルウクレレと初めてウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。この初めてウクレレただいま Amazon で大好評発売中ですよ。ぜひチェック、こんな感じでしてみてください。さあ今日もレッスン入っていきましょう。今日のね取り上げたいテーマソングはですねこの曲です。ドン、ハニーワークスの可愛くてごめんでございます。このハニーワークスさんっていうのはね、こう、プロジェクトなんですね。で、もういろんな方がその、ハニーワークスさんの曲をカバーされたり、フューチャーリングで歌ったりとかして、あちこちで盛り上がってるんだけど、この曲はですね、なんかこう、若い世代に、女子にですね、じわじわこう、人気をこう、獲得しているという話題の曲でございまして、可愛らしい曲なんですよ。そしてですね、歌詞を読み解くとですね、ものすごいいいこと言っているわけでございまして、すごくね、グッときました。はい。これを熱量高めに、元気いっぱいに演奏していきましょう。いつものように、2バージョンでやっていきます。最初のバージョンは初心者様の方でも簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。でもちょっとこの曲って基本的にアップテンポの曲なんでね、あんまりゆっくりだとね曲の元気っぽさが打ち障れちゃうんですけど、それでもねゆっくりめでやります。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンを突き抜けるように元気いっぱいでやりたいと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めていきましょう。ガズレレでね音楽やるっていうのはものすごいね簡単なんですよ。簡単だけど奥も深いですけどね、まずはねすぐできるっていうのはキーポイントだと思います。やってみたいなと思う方、概要欄にですねすぐできるあのプログラムのね URL のリンク貼っておくんで、ぜひそこからねゼロからスタートしてみてください。そこにはもうすでにねガズレレはねもう2000曲近くのね課題曲があって、皆さんの好きな曲も必ずあると思いますんで、こんな感じでね曲名スペースガズレレというふうに YouTube の中で検索していただくと結構いいんじゃないかなというふうに思います。さあ本日のレッスン、そういうわけで入っていきましょう。ハニーワークスの可愛くてごめん、この可愛らしくてポップな曲、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ナイス好きなお洋服
ハニーワークスの可愛くてごめんガズレレレシンプル簡単バージョンやってました。これね、元気もりもりで本当パワフルでね、素敵な曲なんですけど、あのですね、嫌なやつだなっていう感じの曲かと思いきや、そんなことは全然なくて、歌詞の中のメッセージは、やっぱもっと自分のこと好きになろうよだと思うんですよね。これガズレレでもいつもお伝えしたいことなんでね、ものすごく共感しました。ぜひ思いっきり歌っていってください。で、今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。主に2番の部分をショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、これね、1番とコード進行一緒ですんで、ちょっと慣れてきたら1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えて、オリジナルの楽譜を作っていただいたらすぐできるとは思うんですけど、まずはガズレレの、ショートカットアレンジバージョンに全てが網羅されてますから、まずそこを練習し始めてくださいね。まず1個目のコール設定としては、今の簡単バージョンのガズさんの演奏に合わせて、演奏できたらもう素晴らしいと思います。ここだけでもね、結構なもんだと思いますね。結構ね、こう、早いテンポで言葉もわーっと入ってくる感じなんで、この辺がね、簡単に聞こえるんですけど、いざやってみるとなかなかね、乗り遅れちゃいがちっていうのあるんで、まずはね、合わせて練習してください。一緒にできるようになったよという方はおめでとうございます。今度はね、次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部を丸暗記するっていうのは難しいですからね。最初は、楽譜みたいなものを見て、だんだんそれ何回も何回もやっていくうちにだんだん覚えてきますからね。いずれは覚えちゃって、大空に向かって、チュッってこう歌っていく。これがいいなというふうに思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんだろうという感じだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズさんのこのノートに書いていったものをガズは見ながら演奏していきました。こんな感じで書いてますけど、2枚にわたってますけどね、結構ボリュームありますよ。はい。もうちょっとしたら、画面にこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよっていう風にシェアしようと思うんですけど、今、便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた可愛くてごめんを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたいな、この曲いいな、みたいな感じで選んでいただいてね、5曲お手元にですね、即座にデジタルデータとしてダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけますよという画期的なサービスなんです。そしてね、このガズクラブは、このね、楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加があるもう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもって楽しむやつ。これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょう。はい。ものすごい充実しててね。で、そこではね、Facebook のね、非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ、秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね。これも面白いです。で、このガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でね、メンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですから、お勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですね、これやってます。ラジオ放送、ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで、毎朝7時半から365日、無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとね、ぜひね、見てみてください。さあ、それでは楽譜見ていきましょう。可愛くてごめん。ハニーワークスさんです。はい。1枚、1って書いてあるから今日2枚に渡ってますよということなんですけど、さあ、早速見ていきましょう。イントロだけね、このワンブロックちっちゃい表記になってますから、ちょっとね、スペース削減のために、はい。FFG7G7、はい。Em7、Em で、こんな感じで進んでいきます。で、ここイントロ、ここ伸ばすですね。で、こっから、リズムが始まるんですけど、この2ブロックだけは伸ばして、はい、こう C でまたリズムが戻るんですけど、ここツタタタって書いてある。これ、下にこんな風に書いてあるの、かっこいいバージョンでここでちょっとおかず的なものを入れていくよということで、で、ここから、歌が始まっていきます。A メロですね。これね、ワンブロックコードずっと2個じゃないですか。これ結構ね、忙しいというか、どんどんコードがやってきて、歌もね、なかなかこう詰まってるんでね、この勢いがね、結構かっこよくも難しいところでございます。はい、ここ下にくるっと書いてあります。これ、かっこいいバージョンではこの4つ弾いていきますよということです。あと、ここもね、コードが変わったりしてるんでね、G シャープ欲しい。これちょっとね、面白いコードですよ。はい、かっこいいバージョンで、とにかく下に
書いてあるのはかっこいいバージョンでのメッセージと覚えていくといいかもしれません。はい、お時間ある方はこうやって今画面に映しておくので一時停止してメモってください。それか今ね紹介させてもらったガズクラブでこのノートの特徴を、このノートをそのままダウンロードしていただくとめちゃくちゃいいですよ。このノートの特徴はってちょっと今順番間違えちゃった。とこのノートのガズのノートの特徴はね、この歌詞の上に書いてあるこの点ですね。これがですねリズムなんですよ。はい、私が私のことを愛して何が悪いの、この点でリズムが分かるようになってます。あと歌詞カードの表記にはない伸ばすところっていうのはね、これなかなかね、分かりやすいということで、ぜひねこのガズクラブで楽譜もダウンロードも、ご活用くださいということでございます。はい、ひとまずはいイントロから A、B まで一時停止で書いてください。テロップと示し合わせながらでもいいかもしれません。はい、でここからサビですね。サビ1、サビ2と分けておきました。なんでかというと後でサビ2だけ戻ってくるんですよね。ひとまずこういう順番で歌っていきます。ここもねもう畳みかけるように言葉とコードがもうグイグイ入ってきますからね。はい、 OK。 シンプルなんですけど E7 と Em7 と E7 の使い分けがあるんでここだけ注意ですね。はい、でここだけ伸ばして、この C、G7、C というのここね、あの演奏聴いてもらうと分かるけどかっこいいバージョンでは C、G、7、C って感じでこう決めが入ります。これもすぐ分かると思う、後で解説します。でここまで来たら今度は、くるりんぱとしてこれブリッジパートに入っていきますね。はい、趣味の違い変わり者と、ここがねこのブリッジパートの歌詞の内容がね泣かせるんですよ。ここすごく共感しました。歌詞がめちゃくちゃ素敵なところです。はい、でブリッジパートここで盛り上げといて感想を言ってですね、感想を言ったら今度またサビに一回戻るんですけど、ここはおとなしくなります。はい、こう伸ばすっていうなってますね。はい、ここでおとなしくなっておいて、この辺のコード進行ちょっと変わりつつもまたここからこんな感じで戻っていって、はい、最後サビ2へ戻ります。ここが終わったらさっき出てきたこっちのサビ2でここですね、この3行をやって終わったよというのが、ガズレレショートカットアレンジバージョンの可愛くてごめんでございます。これ可愛らしくてパワフルな曲、ぜひやってみてください。出てくるコード見ていきましょう。はい、 CAmFDmD7G7E7Em7、 はい、この8個のコードなんですけど、これね、いっぱいあるように思うけどガズレレで安心の入門コードのグループこれです。ガズレレ必須コード、このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードなんですね。10個のコードのグループ、10個もあんのかと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単でも、いっぺんに覚えようと思うと頭こちゃこちゃにこんがらがっちゃうんで、そこで私が皆さんの頭にスースー覚えられちゃう、すごいいい動画を撮っています。ガズレレ必須コード概要欄に貼っとくんで、もしコードわかんないなという方10個のコードをもう覚えちゃってください。今日そのうちの8個ですからね、ぜひぜひこれはね必須って書いてあるぐらいですから覚えちゃってねということでございます。さあここから、かっこいいバージョンの解説に入っていく前になんですけど、やっぱりこの曲もですね、歌の勢いというか歌のねこう言葉のテンポというかもすごく大事で、やっぱり聞いてくださいね、言葉のねこの乗せ方っていうのがね結構かっこいいんですよ。この辺がちょっと分かってくるとですね、リズムがさらにこう気持ちよく8ビートの感じがこうがっつりこう組み合わさるんで、この後かっこいいバージョンね8ビート登場するんでね、それがかっこいいところなんで、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはコード1個だけ追加になります。 B メロでねほんと1回出てくるだけなんですけど、この G シャープ押しというコード、これはねいい響きです。はい、押さえる場所は1弦の3フレットと2弦の4フレットと3弦の3フレットです。はい、つまりこことこことここを押さえて4弦は開放弦を弾きます。ガズの押さえ方だとこうですね、弾いてみます。なんとも言えないいい響き。はい、ガズはこうやって押さえてます。人差し指が3弦、中指が1弦、薬指が2弦ですね。はい、もちろんこれでもいいですよ。ビチッと押さえてちょいで立てる、これでもいいです。これすごくいい響きなんで、ぜひ余裕出てきたらこれ使っていきましょう。じゃあ弾き方ってことになるんですけど、今日出てくる弾き方はこれです。ドン8ビートのチャメインでやろうと思います。これねすごく迷うところで、本当はスカビートって言ってツッチャッ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 っていう音もねこの入ってるんですよ、このハニーワックスさんの音源の中に。でこのスカビートとでちょっと使い分けしようかなと思ったんですけど、ちょっとスカビートで歌うっていうのはなかなかね難易度高いかなと思ったんで、ちょっと後でやり方だけは紹介しますんで、今回取り上げるかっこいいバージョンとしては8ビートのチャでずっとやっていこうというふうに思います。はい、どっちにしろこの8ビートのチャで今日はやります。でカッコでスカビートなんですけど、このリズムの弾き方、ガズレレでねこの取り上げてるねページがあります。概要欄に貼っとくんで、リズムいろいろというね、
その URL がありますので、そこにクリックしてもらうと、それぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされているので、ぜひ動画じっくりご覧になっていただいて、で弾き方をマスターしていただきたいと思います。今日メインでやる8ビートのチャっていうのは、ダンチャッタツッタチャッカタンチャッタツ、こういうリズムなんですね。で、今日は1ブロック2個がずっと続いていくんで、そうすると、ダンチャッカタ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 ンチャッタツッタチャ、こんな感じになっていきます。なかなか忙しい感じ。このテンポ感のこの速いところもこの曲のかっこいいところなんで、ある程度の速さの方がいいと思いますけれどもね、この8ビートのチャでちょっとね、ノリノリでやっていきたいと思います。で、ちょっとね、さっき紹介したスカビートっていうのはあるんですけど、特にね、A メロとかでやってみるとすごくいいかもしれません。ちょっと興味ある方はちょっとやってみますね。じゃあ A メロ、スカビートで。ワン、ツー、ツー。私が私のことを愛して何が悪いの自分でしょうか。わかる？すごいかっこいいんですけど、これね、なかなかですね、初心者の方、このリズムキープをずっとしていくの難しいんで、もしこれかっこいいなと思った方、慣れてきたらスカビートでもやってみるのをおすすめいたしますけど、今日は8ビートのチャで、疾走感優先でちょっとやっていこうと思います。じゃあちょっとパートパートのちょっとご案内をしようと思うんですけど、よくね、動画の中でも、ツタタタタっていうのが出てくるんですよ。それを一応言っとくと、最初にチャを弾いといて、パッ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 です。これね、共通なんで最初にチャを弾いて、これ覚えておくとね、ツタタタタのところは大体その感じでいけると思うんで、まずイントロでもそれ出てきます。イントロの後半からやってみましょうか。リズムが入るところが、せーの、さん、はい。ここ、チャッパ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 ッ、私が私のってこれ、A メロに入っていきます。で、この A メロは8ビートのチャートずっと駆け抜けると。で、次 B メロなんですけど、B メロの後半のところでですね、ちょっと面白いフレーズとこう、コード、G シャープ、押せば出てくる。そこをやってみましょうか。じゃあ B メロのね、途中の、ワン、ツー、スリー。決まりのハーフツイン、泣いて。ここで次はね、チャです。チャッパ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 ッ、ダン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 。ここで伸ばして、チャッタ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 ッ。ここね、チャタタタ、さっきのツタタタの応酬なんですよ。もう一個同じとこ。決まりのハーフツイン巻いて、お出かけし、ここ日が寒くて、僕散らえて幸せだもん、チャパパパパパ、はい、G シャープ押して伸ばしといて幸せだもん、ここのところね、リズム面白いでしょ。ここちょっと練習しておいてください。そしてこの後サビに入っていくんですけど、そのサビがですね、コード1ブロック2個でずっと言葉もね、歌詞もバーッと畳みかける感じで、なかなかね、メロディーもすごい乱高下しててね、これはね、なかなか、難しいですよ。サビいきます。せーの、さん。なかなかスピード感あって、この音程の高低差もすごいんでですね、なかなかこれはね、ノート量素高いです。はい。そしてこの一番最後サビのところで伸ばすんだけど、ムカついちゃうよね、ザーマーあんところ、このテロップ見てもらうと C、G7、C 伸ばす。これやってみましょう。ムカついちゃうよね、ザーマー、こんな感じです。C、G7、C で、はい。ザーマー、こんな感じでございます。はい。で、ここからブリッジパートに行くんですけど、ブリッジパートもめちゃめちゃシンプルに、疾走感満載の8ビートのチャーなんで、でもそのまま駆け抜けてください。で、一回サビにまた戻って、優しくなるんですけど、そこでちょっとコード進行変わったり、ちょっと間に、スペースが入ったりっていうのを溜めたりするところがあるんで、そこもね、すぐ見ていただいたらわかると思います。というわけでね、解説すると、結構シンプルなんですけど、いざやってみたらわかりますからね、どんどん波状攻撃のようにコードとメロディーと歌、もうなかなか畳みかけてくるような感じで、だからこそね、この曲の躍動感というか、パワフル感というかね、元気もりもり感が出るんですけど、やっぱ、それにね、こう、やられてしまうというか、一緒にこうなっていくぞ、みたいな感じ。なかなかね、これはね、練習が必要だとは思うんですけどね。この、パワフルな、このエネルギーみたいなのってやっぱすごい大事だと思うんで、元気にやっぱちょっと演奏するのがいいかなと思う。でも元気に演奏するっていうこと、力入れるというのとは違いますからね。力は入っているようで、あんまり入ってないですから。これが、皆さん、ポイントですよ。力強く見えるだけで力は入ってない。これを忘れないようにしてください。あとリズムキープがね、やっぱ面白くもあり難しいところで深いところなんで、そこも楽しみながらやっていくいただければと思います。そして重ね重ねですけど、この曲歌詞マジすごいいいですね。僕もこの歌詞素晴らしいなと思ったら、これ若い女子たちにこれ本当に、なんつうの、このね、マインドでね、いてもらいたいなと思った。若い女子とも言わずにも、僕らにもね、もう、全然響く言葉たっぷりでしたね。自分の味方は自分でありたい。一番大切にしてあげたい。理不尽な我慢はさせたくない。そりゃそうだ。
自分のことを一番好きっていうのは一番最高ですよ。そんな思いもね、これこの歌に込めて歌うとね、さらにね、気持ちが乗る。まさにね、本当弾き語りって感情表現ですからね、そういう気持ちもたっぷり乗っけていきましょう。じゃあやっていきましょう。ハニーワークスの可愛くてごめんガズレレレかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。デン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 、この曲すごいいい、もう元気になっちゃう、エネルギッシュになっちゃう、そして自分のことをね認めてあげようみたいなね、このね、あの好きなことを やる、もうこういうのはね、もうガズレレではもう一番まど真ん中に置いているね、大切にしていることなんで、すごい共感しました。そんなこともね含めながらのこの音楽、このリズムに乗っけて、その思いを一緒に歌う、気持ちがいいんで、ぜひ皆さん取り組んでいきましょう。はい、お知らせですけど、名古屋でですねポップアップショップが開店しますよというお知らせがあります。12月の10、11に名古屋のテレビ塔っていうところがあるんですけど、そのねエリアで開催されます。 G ラブのポップアップショップということは、はい、G ラブのウクレレたち試奏していただけて、あと気に入ればご購入できるということなんですけど、それ同時開催でですね、あの60日チャレンジのね北野里香さんというモデルの女の子がですね、どのくらい弾けるようになったかというねプチ発表会みたいなのも行われます。これはね、12月10日の14時ぐらいから開催になります。ガズももちろんそこに駆けつけますんで、ぜひ皆さんね名古屋のあの G ラボポップアップショップ、お越しください。お待ちしてます。まあ、この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですねこのガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひあのインストールもお願いします。そしてねこのアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部であの売れてると思います。もうそうものすごいベストセラーです。なんでかっていうと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、
いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さっと話したらね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。